可愛らしい方だなと思って <laughs> <laughs> 今日も今さっき目があってドキドキしちゃって <laughs> <laughs> ゲさんのことをずっと思ってました嬉 <laughs> しいは斉、いえー、藤真奈美を演じました松井瑠奈ですよろしくお願いします30歳になる年に初単独映画主演となりますが今のお気持ちはいかがですか はいそうですね活動していく中であまり自分自身は年齢というものを気にはしてはいないんですけれどもでもやっぱりそういう節目になる年にこうして、あのー、作品のメインに置いてもらえるということは本当にありがたいことだなと思います、はい、そして、ま、なみという役も30歳の女性ということで、はい、脚本を読んでどう,どう演じようと思われましたか そうですね私が演じたなみという役はかなり内向的というかあまり感情を表に出さないキャラクターでしたでも彼女はその劇団を立ち上げていてなぜその自分の感情をうまく出せない人がこう 劇団でお芝居とといいううころに向き合っっててるのかなっていうそういう自分が好きなものだったり携わってるところからそのキャラクター像をこう膨らましていくあとはたくさん監督ともお話をさせていただいてキャラクターのこうバックグラウンドっていうものを知りながらの役作りができたかなと思っています監督とは結構話し合って役を作られたって感じですかね。はい そうですね。すねあの本当に脚本の、うん、あの本当に第一稿のも企画段階から関わっていただいていて、うん、ずっと何度もやり取りをさせていただきましたね。はい。<laughs> <laughs> あのー、なんだろう監督がカットをかけるときにすごく力強くカットって言ってくれると、あいいものが取れてるんだなと思ってすごく安心していました。ううわ楽しみですね。はい、そして今回は加計さんと。 初共演ということで、はい、こう共演する前と後でお互いの印象というものは変わりましたか今もずっと前からもずっと可愛らしい方だなと思って <laughs> 今日も今さっき目があってドキドキしちゃって <laughs> <laughs> でも劇中ではその姉妹役で一緒にいたんですけれども実はそんなに一緒にいられる時間が長くなくて、うん、でもそのわずかな時間でもこう。 姉妹に見えてたらいいなという周りのスタッフさんからはすごく姉妹に見えたって言っていただけたり作中の中ではずっとなおの,のことを思ってお芝居をしていたのでなんか頭の中には常に撮影期間中に加計さんのことをずっと思ってました嬉しい <laughs> 素敵な兄弟愛ですが <laughs>